ててれて、イェイ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 、優しくて明るい面白い男の子、ヒロックでーす。3、2、1、ショック。あー、いいなー。あー、深田恵美の水着姿、ああいいなあ。おお、あ、うわ、あそこがでかくなってる。ああ、ああ、おお、おお、おお、今回は焼きそば極激辛タンタン、オッケー。これ食べていきたいと思います。ハロハロー、ヒロヒロー。はい、どうもこんばんは、 YouTuber ヒロックでーす。挨拶はもうすでにしとけ。我慢限界。今回はこれだ。ペヤングやつはあげり極激辛タンタン。うーん、すごい。これまあ、昨日ねコンビニ行ってきて、見つけて、買ってきました。パッケージがすごいですね。でまあ極激辛シリーズ、まあ今まで、ね、まあ三つ出してきたんですけど、あの先週の今日ぐらいに、最初の、激辛シリーズの極激辛ペヤングカレー味を食べて、でその次に、地獄の極激辛を食べて、でその次にハーフの&ハーフのやつを食べて、で今回ねこちらまずかね、タンタン麺の極激辛をね食べたいと思います。これはねコンビニに売ってありました。もう直でね、ゲットしました。はっ、うーん、すごいね、これ、これはまあすごいですね。もう余裕の余裕っしょ。食べていきたいと思います。食べるかよ。お待たせしまっぴー。はい、じゃあこのやつをね入れていきたいと、おめめーぷなんか色がえぐい、色がえぐい、色がえぐいてー。色がえぐい。うわーうわー、ポトポトこぼれてる。やばい、
ちょ、色がえぐい、色が、見て、これ、色がえぐいって、すごい。いや、箸逆やないかい。いや、まで。いや、もう、タンタンですからね。匂いがすごいね。匂いが強烈。もう匂いが強烈。半端ねえ。ちょっとね、これ、もう辛いと分かっとって。イエーイ。じゃあ念願のバトルスピリッツは意味が分かんない。バトルスピリッツ食べていきたいとギャロッと思います。いやすごいねこれ、麺がすごい。これ焼きそばじゃない、これタンタン麺ですよ。タンタンですよ。すごい。いただきます。やばい。大丈夫かなこれ。ちょ、もう半端ねえじゃん。半端ねえよ。おい、半端ねえ。いや、そう言ってる。いや、怖い。待て。半端ねえ。だって匂いが強烈。うわ、匂いが強烈。いや、まだ。ちょっと、男はもうがっつり行きましょう。ちょっと待って。麺がすごいね。俺の食いかけプレゼント。もうこれあかん。やっぱ結構、辛かったですね。
今回食べた、ごく激辛ペヤング、担々麺という、コンビニで見かけて買ってきたんですけど、まあ、食べたところ、全然美味しくもないし、うまくもない、味がしないですね。まあ結構食べた瞬間に思ったんですけど、これ今まで以上に、今まで僕激辛シリーズ、食べてみた、食べたんですけど、まあ例えば、まあ、極激カレーとか、まあ極激普通のとか、あと極激の、ハーフ&ハーフだったり、食べてみたんですけど、今回担々麺をね、食べさせて、いただいたんですけど、まあ、今まで以上に、結構辛いですね。で、食べた瞬間にってなったですね。まあ手に負えんぐらい、そういう、まあ、限界を越してるような、辛さではないんですけど、まあ、ちょっと刺激が強いというか、まあ全然もう美味しさも感じなかったんですけど、まあなんて言うんじゃろう、僕、まあ、激辛シリーズに、まあ、慣れた男なんで、まあ、いろんな、今までね、動画に出してきた、まあ、激辛シリーズ、食べてみたんですけど、もう、史上に、史上最強に、やばかったのが、今回紹介した、こちらの、ごく激辛の担々麺。まあどっちかというと、まあ、そういう僕が今まで、まあ、動画に出してきた、シリーズ、まあ、4本ぐらい上げとるんですけど、まあ、最初に食べた極激カレー味だったかな、それ食べてみたんですけど、それはまあまあちょっと辛かった。で、次に食べたのが、激辛の、普通のごく激辛ので、次に食べたのがハーフ&ハーフで、今回食べたのが担々麺ですね。計4名食べたんですけど、まあ辛いというか、あんまり味が美味しくないというか、まあ、美味しさとか まずいとか、もう感情がなくて、もう一切辛い方向に行ってしまうんですよ。で、まあ心臓が爆発すると、という、感じでしたので、まあちょっとね、食べてみたんですけど、俺の食いかけプレゼント。最後まで俺の動画見てくれてありがとう。YouTube 以外にも、Instagram、TikTok、Facebook、やっておりますので、そちらの方も、ぜひぜひ、見る、登録よろしくお願いします。で、あと、下の概要欄に、リンクを貼っときますので、そちらの方も、ぜひフォローと、登録よろしくお願いします。次回もまた見てくれよな。アデュー2、1